体がガチガチに硬い方とか、リズム感が全くない、運動神経も全くない人がトースクールでもレッスン受けられますか？ D グループ、D スタジオでですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？本当ですかね？本当に大丈夫。なんかちょっとすごい不安なんですけど、っていう方が多いんですが、はい、ダンスは本当にやりたいという思いがあれば、ぜひ一歩踏み込んできてください。体ガチガチの方たちが実際にもう上達してやってますし、 D スタジオ一番いいのはその人たちのペースに合わせてやりますので、そこはぜひ安心して、ガッチガチでもリズム感なくても運動神経なくても大丈夫ですので、やりたいなっていうその直感が大事ですので、それでぜひ一歩足を運んでみてください。一緒にダンス楽しみましょう。はい、今日ちょっとアナ先生に質問があるんですけど、はい、体がガッチガチに硬い方とかリズム感が全くない方、運動神経が全くない方でもトースクのレッスンって受けられますかね？受けられます。本当ですか？はい、もう全然受けられます、気にせず。はい、なんでかっていうと、結構、はい、ダンススタジオとか、はい、大きいとこ行くと、なんかいっぱいできる人がいて、はい、なんかついていけないんじゃないかとか、はい、やっぱり不安に思ってる方多いと思うんですね。はい、で特に年齢が高くなればなるほど、はい、皆さんちょっと最近動いてないしなとか言って、はい、できるかなって不安な方多いんですけど、はい、Dスタジオでは、はい、結構皆さんやっぱり同じような世代の方、はい、年齢の方が多くて、はい、でやっぱ最初初心者で全く動けませんって言ってる方も、はい、なんだろう、段階ごとにどん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 いっぱいレッスンを受けて、はい、日に日に良くなっていくので、はい、もう全然心配がないと思います。わかりました。そう、僕たちが思ってるより、来る生徒さんってすごい緊張すると思うんですけど、うん、そういうところも含めて対応とか大丈夫ですかね？そうですね、私も心がけてるんですけど、はい、他のインストラクターの皆さんも、はい、まずは皆さんが楽しんで、はい、気持ちよくなんか踊れる1時間、はい、できたらなって思っていつもレッスン考えてると思うので、はい、その辺は安心して、はい、インストラクターさんについてって、はい、まずは自分が楽しむことを集中できる環境かなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、今日ちょっと聞きたいことあるんですけど。はい、どうぞ。体がガッチガチに硬い方とか、はい、リズム感全くない方、はい、あと運動神経が全くなくてもトースクールでレッスン受けられますか？もちろん受けられます。本当ですかね？本当です。すごい不安に思っていらっしゃると思うんですけど、はい、そういった意味でも本当に大丈夫そうですか？あ、もう大丈夫です。全くダンス経験ない方とか、もう本当に体が硬い方でも、一からそのダンスの基礎から体が柔らかくなるためのストレッチから動きとかアイソレーションとか丁寧に一から教えるので全く問題ないです。